この番組は毎月第2日曜日の16時から50分間、踊れる個性派声優私小野えりが皆様に笑顔を届けるために、それ声優と何の関係があるんだってことまで全力で放送する番組でございます。ということで今月も始まりました。5月8日日曜日、今日は何の日？はい、正解。ノリのいいお客様でよかったです。母の日ですね。いやー、もうこんなに暑くなるとは思わなかった、母の日。まあ、天気良くてよかったですね。結構街歩いてても花屋さんにね、カーネーションがいっぱいあって、わー忘れてたって感じなんですけど、それはまあこれを多分母見てないんで言いますけど、忘れてました、ごめんなさい。でもね、いつも私大体パターン決まってるんですよ。まあ女性へのプレゼントっていうのかな、パックか、パックね、パックか入浴剤、まあ大体この辺なんですけど、母にはね結構おしゃれなのでピアスとか洋服とか結構あげてるから、毎回あげてるから、今回はまあね、一応私がね映画の吹き替えとかやらせてもらってる声優でございます。これは母の影響も強くて、映画好きの母の影響も強いのでやってるわけなんですけども、まあね、やっぱり私ジブリ大好き、ということは母もジブリ大好きでございます。ということはってどういうことやねん。そう、まあ、母からのね影響も強くて、ジブリとかディズニー私大好きでございます。でも家に結構あのテレビの録画したものはあるけど、 DVD 自体はなくて、ちゃんとしたやつ売ってるやつ、それのなんかジブリセットとかディズニーセットとかいいかなと、大人買いしてみようかなと思ってますけど、どうか分かんないと思ってます。なんかお花だけだとちょっと寂しいから、なんかね一つプレゼント加えようと思っておりますでございます。というかですね、まずね、あのね、暑いねまあね、この室内は冷房かけてもらってるんですよ、涼しいですけど、もうね上着いらないね。ちょっと夜中は寒いかなと思っていつも上着持ってたけど、もういらないでしょ、みんな上着、そうだよね、上着が半袖ぐらいだよね、そういう勢いだよね。そうなんですよ、だからね、でも上着なくすと、私持ち物多いから携帯とか財布をポケットに入れたいんですけど、ポケットないんだよね、大体女の人の服って。男の人はさズボンがあるじゃん、あるからポケットあるからいいんだけど、女の人ってスカートでしょ、ないんだよね。でも財布はまあバッグに入れるとしても、携帯は私持ってたいっていうか、体に触れてて、こうマナーモードで振動が起こってもすぐこう取れるようにしてたいわけだ。ついにちょっと何、首から下げるやつあるじゃん、あれに手出そうかなと、手出そうっていう言い方がちょっとあれだけどね、あれちょっと欲しいかなと思うんだよね。あれどう、使ってる人いる？あ、使ってない。あれいいかなと思うんだけど、うん、なんかちょっと子供のねあれっぽいじゃん、鍵っ子みたいな感じになっちゃうし、私結構普通に歩いてるつもりでも大暴れしてるからバシバシ当たると思うんだけど、あれにしようかな、夏に向けて。なんかここ北千住で結構丸いとかね、ルミネとか可愛いお店いっぱいあるから探してみようと思うんですけど、皆様おすすめがあったらぜひ教えてくださいませませ。ちなみにシンプルなものが好きです。好みを一応伝えておく、花柄とかはちょっとあれかな、シンプルなものが好きです。ということで今日も自分のこと喋り倒しましたけど、今日も始めていきたいと思います。イエイイエイ、いつものね通りに、いろいろ進めていきたいと思いますよ。じゃあ早速1個目のコーナー参りましょう。1つ目、声劇のコーナー、イエイエイはい、ということでございまして、これ前回から始まりました。声劇というのは声と、あのなんだ、劇場の劇とかけてこう声劇と読むわけなんですけども、声でお芝居をするわけでございますね。まあ、台本とマイクを通して物語を読んでいきますです。でいつもの通り台本は私が書いております。とね、今回はですね、私が書くのは大体あんまぶっ飛んだことは私考えられない脳みそでございまして、日常にあふれる内容を私なりに解釈して
台本にまとめたものを読み上げております。何言ってるか分かるこれ。一応分かりやすく言ったつもりなんだけど、これ何言ってるか分かる。まあいっか、いつもだね、何言ってるか分かんないのね。ということで今日はですね、題名ぬくもりの形という新作を読みたいと思います。ちょっとね、いつもの感じとはね、違うよいつもの感じとは違うよ。だからね、ちょっと楽しみにしてみてください。じゃあまず早速始めましょうかね。じゃあぬくもりの形読みます。おかえりなさい。今日もずいぶん遅かったね。また飲んでたんでしょう。いつも通り彼は何も答えてはくれずに黙ってドアを閉めた。今夜の彼はいつにも増して疲れた顔をしているそんなに疲れてるんなら早く寝ればいいのに。さっきからずっとスマホをいじっている。メールをしてるんだかゲームをしてるんだか。私はそんな彼を温めるのが、まあ、役割。他の人にはできないことをしてる自分には誇りを持ってるのよ。この生活を始めてからかれこれ8年。数字にすると結構な時間に感じるし、本当にいろんなことがあったけど、実際はあっという間だったな。彼は忙しい人で、基本必要な時だけ私のドアを開ける。気が済んだらすぐ自分の世界に入っちゃって、私のことなんてほったらかしでもいいの、だって私が好きでやってるんだもん。ちなみに私に関しては8年経ってもそんなに変わってないと思う。ずっとここにいるから多少体力が落ちて動きづらいなって感じる時があるぐらい。彼は、そうだなちょっとお腹周りが気になってきたかも。出会ったばかりの新入社員だった頃はスーツだってすごく細いサイズのを着てたけど、さすがに最近新調してたし、内緒にしてても私にはバレバレなんだからね。やっぱり営業マンって付き合いがたくさんあってしょっちゅう終電まで飲んでるみたいだから、そりゃ体型も変わっちゃうよね。前は休みの日に友達とフットサルしたりしてよく外に出かけてたけど、最近じゃ休日ともなればずっと寝てるかゴロゴロしながらテレビ見てるし。まあこんだけ仕事頑張ってるんだから痩せろとかもっと運動しろなんて言えないけどさ、元から揚げ物だとか味の濃い食事が好きな人だから、外食でもそんなのばっかり選んでるんだろうな。願わくば家で食事する回数をもっと増やしてほしいな。本当に心配だよ。全然分かってくれてないけど。こんな感じで彼とは晴れの日も雨の日もずっと一緒に過ごしてきた。特に何をしてくれるわけじゃないけど、私は彼が大好きで、このままこんな日々が続くことを願っていた。そんなある日、私は体調を崩してしまった。原因はよくわからないけど、ここ数日体の様子がおかしくて、だましばだまし生活してたのにもついに限界が来たのか、動けないほどになってしまった。
私に無関心だった彼もこの時ばかりは私を心配して長い時間付き添ってくれた。体はちょっとつらかったけど、彼は優しく触ってくれたし、たくさん話しかけてくれた。実はこんなことめったにないから、私はすごく嬉しかった。でも幸せは長続きしなかった。彼のスマホを見てしまったの。まあ正確には見えてしまったんだけど、彼は私と同じ役割を果たしてくれそうな新しい子を探してたの。私なんかよりもずっと若くて、写真に写ってる子はみんなキラキラしてこっちを見てた。私はショックだった。ショック、いやショックなんてものじゃ収まらない。涙さえも出ないぐらい愕然としてしまった。ずっと私のことを心配してくれてると思ってたのに、次の子のことを考えてたんだね。何か言ってやりたくなったけど、やっぱり私は何も言わずにじっと彼を見つめていた。このまま私を捨てる気なの？そんなの怖くて聞けなかった。だってきっと答えは、私もっと頑張るから、今はたまたまちょっと調子が悪いだけで、すぐ元気になってまたあなたのこと温められるよ。もちろん私なんかよりも綺麗だったり可愛かったり賢い子は世の中にたくさんいると思うけど、こんなにもあなたのことが大好きなのは私だけだよ。絶対そうなんだから。あなたはそれに気づいてるかな。それでもやっぱり私がいらないって言うなら、その時は違う子にしていいよ。決定権はあなたにあるもん。私はたくさんいる中の一人に過ぎないんだから。数日経ってから彼が男の人を家に連れてきた。友達だったかな。確か 2,3 回見たことがある気がする。その人はすぐに私に気づいて、まっすぐ近づいてくるとペタペタ触ってきた。ちょっと気安く触らないでくださいよ。私はムスッとしながら思った。私のことを調べるようにしばらく眺めてから、彼と難しい顔して何かを話し始めた。はいはい、どうせ私は今や古い女ですよ。他にいくらでも違う子がいることなんて知ってます。改めて言われなくったってちゃんと自分で分かってますから。だから変えたいんなら変えればいいじゃない。もう気分はすっかり落ち込んでしまって、どうにでもなれと思った。そりゃ心からそんなこと考えてるわけじゃないし、他の子が家に来る覚悟なんてまるでできてないけど、そうやって強気なことを言ってないと苦しくて切なくてどうしようもなかった。私がふてくされていると、彼の友達が急にガムテープで私の尻尾の付け根をぐるぐる巻きにし始めた。ちょっと何するんですか。そんなにきつく縛って余計に体がおかしくなったらどうしてくれるの。私はすごく焦ったけど、されるがまま尻尾を二重三重にきつくガムテープで巻かれてしまった。こんなのが彼との最後の思い出なんて嫌だよ。誰か助けて。
それから彼がいつものように私のドアを開けて閉めたら、前のように温めることができるようになっていた。いくつか試したけど、どれもちゃんと温まって、私はすっかり元通りになった。体調がおかしかった原因は、コードの接触不良なだけだったみたいで、その部分をガムテープでしっかり固定してくれたおかげで、私は捨てられずに、また彼の近くで、彼の体を温められるようになった。その後、彼の友達は笑いながら軽く別れを告げてすぐに帰ってしまった。その背中に向けて、もちろん伝わらないのは分かってるけど、私は心からお礼を言った。家のドアがパタンと閉まると、彼が振り返って私を見つめた。よかった、これからまたよろしくなって笑顔で言ってくれた。私は電子レンジ、これからも彼を温めることができるの。はい、ということでありがとうございました。いや、なんか2、3箇所なまりましたけど、気にしないでください気にしないでください。気にするのは私だけで結構でございますうわなまったわ、噛んだわとか思いましたけど、いかがだったでしょうか。ということでですね、なんかちょっといろいろね、擬人化させていただきましたけども尻尾のところでペットだと思ったとこ、あ、最初から気づいてた、この野郎この野郎、あ、こたつかレンジか、あー賢い子がいたね、こたつ、なんだと思った、あ、ストーブね、あ、確かにね、あ、でもやっぱり温めるものっていうあれはあったのね、電子レンジでしたなんやねん、なんやねん、そこを当てるゲームじゃないからということで、はい、ぬくもりにもね、いろんな形がございますということで、一家に一台あるでしょ電子レンジ、あると思う。多分ちょっと私貧乏生活してた頃はちょっとなかった頃があったんですけど、やっぱねレンジは便利だしね、なんかいつも私のことを見てくれてる気がします。というのも、私が大好きなあの藤田麻衣子さんという歌手の方がいらっしゃって、うん、その方のね歌をちょっとヒントに台本を書かせていただきましたね。やっぱさ、いいよねと思って、いろんな愛の形があるでしょ。こんな作品を、いつもはちょっとねお笑い重視での台本を書いているんですけども、こういう台本はちょっと初めてなんで、ドキドキというか反響が気になるところではございます。どうこんな私、どういいんじゃないですか、いいんじゃないですかという意見を、よろしいですか、よろしいですか、あ、じゃあこんな私もありということで、また新しいね自分が開けた感じでよかったななんて思います。何これ何これ感想文みたいになっちゃった。はい、ということで声劇のコーナーこちらで締めたいと思います。今日もありがとうございました。またね来月も違う作品を持ってこようと思います。いや、よかったよかった。ちょっとね不安だったの、こういう作品、なんか斧っぽくなくてどうなのみたいなこと言われるかと思ったけど、よかったということで私は前向きに捉えます。はい、じゃあ次のコーナー進めたいと思います。イエイエイ、映画を見るならこれでしょうのコーナー。はい、ということで拍手なしです。ですね、なかなかね、もうね私のこう、はいどうぞとかやればよかったのにね、きっとあのモニター越しで皆さんね、テレビ越しでこうやってくれてることでしょうはいはい、こちらもいつものコーナーですね。映画を見るならこれがおすすめだよという私のおすすめのコーナーでございます。おすすめって2回言っちゃった。今回違うの、すごい悩んだの。今回いつか毎回悩んでるんだけど。あのね、やっぱさ、なんかね、5月に入ってから、あの、生活が変わって1ヶ月。あれよ、例の5月なんちゃらってやつ。5月なんちゃってやつ、5月なんちゃってやつに、そう、なんかね、なんかそれっぽいようなちょっとね悩めるお年頃の人が多くて、私の周りに、だから
母の日だし、なんか母に関することとか家族に関することとかの映画を紹介しようってずっと思ってたんだけど、これはまずい、ホームシックに怒ってし、ホームシックに陥ってしまうではないかと思ったらね、そんな映画を見てしまったら、いやいいと思うんだよ、いやいいな、やっぱ家族っていいよな、帰りてーってなったらどうしようと思って、でここはちょっとやっぱ元気になるというか前向きになるような映画を私は紹介したいなと思うので、いきますよ。じゃじゃん、魔法にかけられて、知ってる？あ、知らない？知ってる、知ってる人がいる、知ってる伊賀さん、知ってる？あ、知ってる。やっぱねこれね、あのディズニー的なら割と知ってる人が多いかな。どうなんでしょう、実はディズニー2作品目なんですけど、紹介するの伊賀さんがいる時に私ディズニー紹介する気がする。あのねこれ、これね2007年かなに公開されたディズニーのファンタジー映画なんですよ。ファンタジー映画、まあなんだけど、私から言わせたら完全にコメディーなんですねこれディズニーでここまでやったかっていうような、まあミュージカルコメディー作品だと私は思います。まあわからない人のために一応あらすじをね読ませていただきます。はい、アニメの、アニメかんよ、もう今日すごいじゃん、やっぱあれだよね、ちょっと地元に電話するとさこうなるんだよね、ねえよくないね、一回ちょっと東京の人と話しないとダメだわ。アニメの世界に暮らすプリンセスのジゼル、これジゼル、これね本当はこっちだから、こっちが正解だから、アニメの方、プリンセスのジゼルは夢にまで見た王子様との結婚式当日に意地悪な魔女に騙されて魔法をかけられてしまい、世にも恐ろしい世界へ追放されてしまいます。そこはおとぎの国とは正反対の刺激的な現代のニューヨークで、ジゼルはパニックに陥ってしまうんですね。ということで本当はこっちのアニメのジゼルが本物なんですけども、現代に落とされてしまってこっちの本物の人間っぽいジゼルになってしまうという話なんですよ。なんかね、いや本当にね、ディズニーものでこんなコメディ初めて見たというか、 CM 自体でもう私ドキュンと心臓を射抜かれまして、これ見るしかねえと思って見たものなんですけども、あのさ、ディズニーを、まあ、よく見る方はご存知だと思うんですけど、普通さサブキャラがボケ担当じゃない。例えばあのあれよ、アラジンのジーニーとか、もうそうそう、あのアナ雪のオラフ的なちょっとボケ担当がいて、で主人公とヒーローがこう話を進めていくみたいなのが、まあ、主流じゃないかなと思うんですけど、これはね違うんですよ。なんつうの、これおとぎの国でやってることはだったら普通なんだけど、現代版でやったら頭おかしいこと。だから気分が乗ったら街中でいきなり歌い出すとかおかしいでしょ、完全に街中でやってたら。しかもなんか、なんかニューヨークだよね、そうニューヨークはすごい、なんつうの、働いてる人とかサラリーマンさんとかがね、やっぱ普通の人が多い中でいきなりそんなさ歌い出されても困るじゃんっていうような、プリンセス自身がボケにの位置にいるのが私的にすごい斬新で新しくてすごいなと思ったんですよ。いや可愛いのよ、可愛いしちゃんとお姫様やってるんだけど、なんかおかしいのよね。あのだからあれよあれよ、おとぎの国でこう森の動物たちとかさ、に森のお友達的なポジション、鳥とかリスとかにあのお手伝いを手伝ってもらうとか、ドレスを作ってもらうとかなら、まあまあまあこう見てて普通なわけですよ。鳥とかがこうリボン運んできてねやったりとか、そうアライグマがこうほうき持ってたりとか、なんか可愛いんだけど、それを現代版でやるとどうなるかっつったら、やっぱまあ、 あのカラスとかハタとかになるわけですよ。でまあなんつうの、そうだな、田舎だったらいると思う、リスとかそれこそいると思うけど、都会だからガチなネズミとゴキブリが出てくるのがお掃除手伝ってんのそう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 、あのジゼルちゃんね、こうニューヨークに落とされて、なんか、ね、心優しい普通 の、 あの一般企業のサラリーマンの方に助けてもらうんですよ。そう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 、言い方があれだけど
や本当なんですよ。 でその人の家がさ、まあ仕事が忙しいもんだからもう荒れてるわけ、すっごい汚いわけ、新聞とかとっちらかってるし、これはお掃除しなきゃみたいな感じになるわけよ、いつものテンションでディズニーので、誰かなんかこうあーあーあーとか歌うと、いつもだったらこう鳥さんとかが来るんだけど来なくって、まあ汚ね鳩とかが来るわけなんですけどでもちゃんと掃除はしてくれるのでお部屋ピッカピカになるわけ。でもびっくりするじゃん、やっぱり普通に帰ってきてゴキブリとかがブワーってやってるわけ、うわーと思ったらすげえピカピカになってるみたいな、なんかもうね。でやっぱドレスとかを着るんだけど、ドレスなんかさそうそうないじゃんね、アニメとかだったらその辺からいきなり布が、綺麗な布が出てきてさ、あれだけどそうそうないから、カーテンとか平気で布使うのこの子。もうカーテンにドレスの型とかになっちゃってて、もうあーみたいな、その一般企業のねサラリーマンさんは驚かれるわけですよ。いやこれがまたこの子だけじゃなくて、あの王子様も追いかけてくるわけ。だって王子様なんだもん、それ追いかけるよ、そりゃ大姫さんも助けようと思って追いかけてくるわけですよ。ただそれもまたトンチンカンでさ、なんつうの、テレビに向かって、テレビなんてやっぱおとぎの国にないわけでございます。あれはあの魔法の鏡という設定になるわけですね。だからテレビで喋ってる言葉はこう教えてくれてると思い込んでたりとか、やっぱりジゼルを見つけた瞬間とか嬉しくて、ここ心がこうしてジゼルみたいになるんだけど、後ろからチャリンコでバーン引かれたりとかするの。しかもそれがなんつうの、容赦なく引かれてるのよね。これ撮影どうしたんだろうね、一回で OK 出さないとこれ絶対危ないレベルでボーン引かれてるから、いやもうねそのシーンがね CM で出ててもうやばくていやまず白タイツの男の人が街中で歩いてたらおかしいでしょ。いやおかしくないよ、おとぎの国だったらおかしくないんだけど、っていうもうねもうねもう要所要所が面白すぎる。でもちゃんとディズニーしてるの、うん、なんかね、でもねちょっと大人向けかもしれない、もしかしたら子供というよりは、なんか大人の切ない、なんかね本当は王子様と結ばれるべきなんだけど、そのために結婚式でもう幸せいっぱいだったんだけど、現実に来てなんかいろいろ知ってしまうわけよね、プリンセスのジゼルは。いやここはなんか新しいディズニーの感覚が開けたなと私は思うからね、すごいおすすめとね。これまあまああれかな、女性目線で見たらね、このジゼル役のね、本物のこっちの、エイミー・アダムスさんって方なんですけど、これオーディションの時の秘話なんですけど、まあ、もちろんさいろんな人がオーディションに来るわけ、ディズニーが大好きだったりとか、それこそ10代からも来るわけなんですけど、彼女当時30歳だったの、すごいでしょ。でも多分ジゼルの設定は若いわけよ、20歳そこそこじゃないかなと思うんだけど、もうねオーディションでダントツもうまんまジゼルだったんだって、びっくりしちゃった。だからなんかこうなんつうの、オールドルーキーな声優の私としてはとてもなんだろう、力になったというか心の支えになったというか、すごいね、まあ、まんまこの本当に日常からお姫様みたいなちょっとぶっ飛んだキャラらしいんですよつまりはね、そうそうそう。でもさやっぱそういう人でもこうチャレンジして主役をつかみ取るっていうのは、しかも20代の役で、だから何がやっぱ当たるか分かんないというか、やっぱねおかしいと思われてたと思うんだよ。なんかさ30も超えて多分絶対この人気分上がってたら歌ってたと思うの、家の中とかで、まあ、この子大丈夫かなみたいな、まあ、いわゆる不思議ちゃんだったと思うけど、やっぱそれはそれでそれが良かったわけじゃない、まあ、自分をね偽らないで生きることっていうのはいいなってちょっと思ったので、なんかね5月さ環境変わってさ、なんか大変な人いっぱいいると思うけど、みんなに合わせなきゃとかねあると思うけど、会社とかでもう自分らしくいるべきだと思います。ちょっとはね合わせることも必要だけど、やっぱり自分らしくいないと結局は疲れちゃうし、うん、なんかねどうせはダメになっちゃうと思うから、自分っていうものをとりあえず持って頑張ってほしいなと思って、この映画をおすすめしました。魔法にかけられて、ほらいい作品紹介したじゃん、ほらほらごらんなさい見てこのほらごらんなさい
ということでね、もう母の日というか休みの日もね、ゴールデンウィークもうちょっとで終わっちゃうけど、もうちょっと時間あるな、暇だなという人はちょっとこれね、おすすめです。5月元気がなくなりそうだなと思う人はこれ見てみてください。おすすめでございます。ということで、映画を見るならこれでしょうのコーナーでした。いや、いいね、映画はいいよね。はい、ででん、ということで次のコーナー行っちゃうよ。いっぱいあるからね。はい、3つ目のコーナー行きます。お便りのコーナー。空気読めた、空気読めた、偉いよ。はい、ということで、いつもは相談とか質問とかを募集してたんですけど、もういいよ、何でも言ってこいよっていうコーナーに変わりました。そう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 。そしたらね、あ、なんか結構やっぱいろいろ来ましたよ。まあ基本はあれだね、質問とかが多いですけど、じゃあ早速いきます。どうしようかな。1人目、あ、じゃあこの人、それその話の流れでいこう。やっくんさん、30代男性の方です。やっくんさん、どうもどうもありがとうございます。えりちゃん、こんにちは。あ、こんにちは。最近仕事の環境が変わって、ほら来た、いろいろうまくいかないことが多いです。うん、5月病かもということでございます。やっくんさん、それはですね、実は5月病です。ということで、あのね、5月病じゃないかなとかさ、考えるよりももう認めちゃえよ、5月病だよそれ。そう、5月病です。そん、もうあるある、サザエさん症候群だってあるし、いろいろあるんですよ。そうそう、いろいろね、世の中にはストレス性の病があるんです。で、もうなんか認めちゃって、認めてからそっからじゃあどうしようってとこまで行っちゃいましょう。なんかね、そうだな、5月病ね、私も多少は経験ありますって言っても、いつだったかな、その経験したのって考えた時に、多分ね、学生の時ぐらい。そこまで遡るのかお前はって感じだけど、いや、これ私そうなのよね。いや、だからさ、1年間同じクラスで、いや、めっちゃ仲いい子ができて、で新しいクラスになって、なんかやっぱちょっと違う感覚、新しい友達はできるし、その友達ともさ、別にクラス離れてても仲いいんだけど、やっぱなんかなーっていうことを感じたの、多分あれ5月病じゃないの。え、多分そうだと思うんだけど、この感覚でしょ。なんかいつもこのぐらいのことを言ったらこのぐらいの笑いが返ってくると思ったけど、全然笑わねえこいつら、静かーみたいなさ。そういうのとかやっぱあるわけね。先生がなんか今面白いこと言ってるよ、みんな笑ってあげないとっていうのに、みんなシーンとしてたりとかしてて、えーみたいな、あるよね、そこはさーっていう時ある。こういうあれだと思う。そんな簡単なことじゃないと思うけど、会社に入っちゃったらさ、だからどうしたらいいのかなと思ったんですよ。5月病になっちゃって、いや、まあさ、リラックスするとか、たくさん寝るとか、好きなもの食べるとかもいいと思うんですけど、会社、20代だ、あ、30代男性だからきっと会社で悩んでるから、あの、新しい目標を考えるとか、今ある目標、今まであった目標を変えるとか、ちょっとそっちにしてみたらどうかなと思うんですよね。うん、みんなできっと会社でね、1ヶ月の目標とかいろいろあると思うんですよ。チームの目標とかあると思うんですけど、さらに自分の目標を考えてみたらいかがでしょうか。うん、そしたらさ、やっぱそりゃ環境も変わるしさ、人も変わるし、自分ももちろん変わるから、うん、今までと同じ目標とかだったら苦しかったり、または楽だったりすると思うの。ちょっと自分の中、自分一人だけの目標とか方向性を考えてみれば、別に今まで通りのことができなくったって、でも別に自分の今その目標としていることができてれば不安に感じないと思うんですよ、いくら周りがねちょっと違っても。だから、うん、自分なりの目標をちょっと考えてみたらどうかなって思いましたですよ。うん、あとはさ、女性、これでも30代男性だからね、男性ってどうなのか分かんないけど、女性ってさ、結構聞いてもらうだけでも楽になったりするパティーンが多いかな。
私もそうだったりするんですけど、ちょっと悩みがあって、でさ、会社の悩みとかだったら、そうそうこれをやったらすぐ解決しますみたいなのってないと思うんですよ。長期間のスパンで変えていかないともうどうにもならないってこととかがあると思うから、今これをやれば治るってものがないけど、このストレスなんとかしたいって時は、ちょっと友達とかね、全く関係ない友達とか、その会社とか、その内容に、悩みの内容にとかに聞いてもらうだけ、お酒に付き合ってもらうだけでも結構ストレス発散になるんじゃないかなと思う。全く関係ない人だったらさ、もういくらでも何でも言えるじゃんな、もし同じ会社とかだったら、どっからこれね、なんか障子に目あり的なあれじゃないですけど、どこで漏れるかわからないので、でその子がいつ敵になるかわからないので、すごいこと言ったよ。いやこれリアルだから、これリアルなこと言ってるから、私綺麗事言いたくないから、わからないので、そう、全く関係ない子にいくらでも愚痴を言ってください。そう、そしたらもしかしたらね、全く関係ない人だからこその視点からのアドバイスがもらえるかもしれないから。うん、やくんだからそれは五月病だから、目標を考えてみましょうということで、どうでしょう、やくんさん、いいかな。はい、次のお便りに参りますよ。どうしようかな。じゃあこっち行こうかな。だってもうこの話題今読まないといけないやつだから。えりちゃん、はじめまして。はじめまして。5月だけどもう日差しが夏のようですね。僕はゴールデンウィークどこに行こうか計画中ですごめんね、今読んでちょっと悩んだんだけど、でも読むね、悩む悩んだけど、そこでお出かけにぴったりなおすすめの曲を教えてくださいという、あいなめさん30代男性の方、ごめんな、だって放送1ヶ月1回しかないからこれ来たのね。でもね、そうなんだよね、うん、4月末だったんだよね確かね、ごめんね。ということで、どっか行ったのかな。うん、きっと行ったんでしょう。お出かけにぴったりのおすすめの曲、今からでもお出かけ行く、お出かけ、一応ちゃんとね、私リストアップしたの、これリストアップしたけど、いつか使って今じゃなくてもいいから。うんとね、いや考えたんだよね、ゴールデンウィークでしょ、でどうやってお出かけするのか分かんなかったから、例えば歩くお出かけっていうの、ショッピング的なのとかお散歩的なのだったら、私はね、こうちょっとハウスミュージックってみんなわかるかな、四つ打ちつって、ドン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 ってのがずっとある中でメロディーが流れていく、これをねハウスミュージックって言うんだけど、もう一定のリズムがあるのよ。でつまり歩きながらこう聞ける感じ、すごいテンポよく聞ける感じのハウスミュージックっていうのがあるんだけど、それの中のね、私が好きなアーティストさん、大志ダンスさんっていう方がいらっしゃって、その方のね、まあ私の個人的であれなんですけど、ザ・ジブリセット2っていうのが大好きなんです。結構前の作品なのね、これ本当に結構そうですね、2だけど結構前で、まあその名の通りジブリの曲をハウスミュージックにアレンジして、アルバムにした作品なんだけど、この中のね、いや本当にこれもね、いろいろあるのよ。王道なラピュタとかもあるし、 あるの中で、私的にね、なんで2なのかっていうところなんですよ。1も好きだよ、1も好きだけど、2のね、アリエッティの曲があるの、2の中に、2にしかないんだけど、これがさ、すごいいいすごいいいからおすすめしてんだけど、すごいいいのが、違う、さ、仮暮らしのアリエッティ知ってる方はちょっと思い出してほしいんですけど、あれさ、アリエッティっていうね、小さい少女が赤いワンピース着てるわけよ、うん、でそのちっちゃい女の子がすごい庭園、緑あふれる庭園の中を駆け回るですね、結構。でそのコントラストが5月っぽいし、すごく美しくて私は好きなので、なんかこの季節におすすめだなと思って、ぜひ第一ダンスさんのザ・ジブリセット2を、うん、おすすめさせていただきました。歩くお出かけの場合、これはい。ほんで次、ドライブの場合いやドライブかなと思ったんだよね。30代男性どうなんだろう、分かんないけど、都内だと
ドライブの場合は、しかも昼間のドライブの場合はどれだっけ、あ、これだこれこれ、あんまり皆さん知らないからどうだろう、スティービー・ホワンさんっていう方がねいらっしゃって、これイギリス出身のね R&B 界の口コミ王子って呼ばれてるんだけど、これすごいね、私も知らなくて、あの友達からおすすめされたんですけど、いや R&B は私元から好きなんですけど、まあ美しい声、うんと美しいメロディー、これね、それのねスティービー・ホワンさんの私的にこの季節5月とかのおすすめはサマーラブっていうアルバムの、もうね、このもうもう聞いてこのあれがこうって言ってもこうあれだ、聞いて、多分ツタヤにあるから。そう、この人のねもう美しい歌声が本当大好き。だドライブとかでもう日差しの中ね、ちょっと窓でも開けてこうノリノリで行きたい時、高速とかねすごいいいと思うんですよ、これおすすめね。と、はい、深夜のドライブの場合、これ可能性今日あるから、深夜のドライブまだあるから、まだあるから、うん、そうそうそう、深夜ねドライブしたいなと思ったら、もうねダントツおすすめなのが、もう神々宇多田ヒカルさんね。あ、そうなのって思うけど、いやこれがね宇多田ヒカルさんの、しかもなんだっけ、どれだっけ、ハートステーションっていうアルバム、これがね深夜の高速道路に合うんですよ何でなんかこの寿司にこのわさび合うんですよみたいなこと言ってるけど、これが合うんですよね。なんかちょっと宇多田ヒカルさんの曲のちょっとエレクトロっぽい感じと、あの高速道路の鉄の感じと澄んだ風、ちょっと涼しい風と、これがねベストマッチするんですよね、宇多田さんのこの透き通った声っていうんですか、うん、とあの独特なリズムのね曲とかがとってもよく合うと思うんで、まあ、持ってる方もねいらっしゃると思うんですけど、また宇多田ヒカルさんのハートステーション聞いてみてくださいということで、あのごめんね遅くなって、あいなめさん本当にいやこれ、いやだってでもさスルーできなかったんだよ、うん、せっかくねお便りいただいてるので読ませていただきました、うん、ということでお便りのコーナーこの辺で締めさせていただきたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。このお便りはアメブロとかツイッターとか私のとか、あのこちらのね、あのこの番組のホームページからも募集しておりますので、どしどしご応募ください、何でもいいよ。ということで、もうこんな時間でございます、早いということで、軽くですがいつも通り私の告知をちょっとさせていただきたいと思います。はい、私ですねダンスの、インストラクターもしております。アニソンヒップホップワークショップっていう名前で、だいたい新宿マイスタジオという場所でお昼の12時から14時の時間帯スタジオをお借りして教えさせていただいております。その名の通りアニソンをヒップホップで教えてるんですけど、すごい初級の方が多くいらっしゃっております。なんか楽しく踊りたいなとか、踊ってみたいな、まずダンスをっていうすんごいね今日ダンスをみたいになってるけど、ダンスを踊ってみたい方ぜひねいらっしゃってください。次回は5月15日と29日の日曜日です。どう、あとねドラマ CD ラブレター、こちらですね、ドゥドゥーン、さっき即席で書いたからちょっとあれなんだけどこちら、はい、 Amazon 着歌 iTunes にて2160円税込みですね、で販売中でございます。ただ私から買っていただくとサイン付きで2000円で発売させていただきます。総勢16人の声優陣がそれぞれ違った相手へのラブレターを読み上げるという素敵な作品でございます。このね中峰さやちゃんという役を私がさせていただいております。ぜひぜひこちらもよろしくお願いします。それとアメブロ、ツイッター、インスタグラム、ショールームなどいろいろやってますので、小野エリで検索してみてください。ということで今私のね紹介を巻きでやったでしょ、原因があんのよ、ででん、季節と情熱やべえよ、間違えたよ、今のなし、もう一回やるから、奇跡と情熱ということで、ちょっとりょうくんおいでよ。そう、あのね今日スタジオにも遊びに来てくれてる伊藤亮君が出ております。あ、じゃあこっちおいで。
はい、なんかあの今早速呼んじゃったんで ありがとうね、出てきてくれて、これこれね、はい、はい、というこれに出てる人です。なんかねいや僕観覧行ってもいいですけど自分のやつ紹介してもいいですかって言うから、こいつやりよるなと思って、でもそういうガツガツしてるやつ結構好きと思って、これね宣伝させていただきます。はい、これどういう作品なんですか。一応ですね、はい、ギルティギアっていうゲームを使った、はい、まあ、舞台なんですよね、うんうんうん、なんでアークシステムワークスさんっていうゲーム会社と協力タッグで、ほう、はい、あ、ほんとだわ、書いてあるわ、はい、へー、え、で、そうなると、え、どういうこと、結構コスプレ的な感じになるってこと。いや、予定ではコスプレをする予定なんですよね。まだちょっと出来上がってない形なんですけど、おー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 、まあ、一応そのゲームサークルで起こったコメディみたいな、はあ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 、じゃあ結構笑える感じだね。結構笑える感じで、おーおー、どういう役どころが。いやちょっとそれ面白いことしてくれるの。まあ、か面白いことしてくれる、まあ、簡単に言えば誰かに襲われます。あ、なんとやだ襲われるそうです伊藤くん。そうなのね、結構そういうの多くない、ね、伊藤くんなんかやられる系。そうですね、やられる系、気が短い系。いや本人はすごくおっとりした男の子なんですけれども、うん、伊藤くん、あ、そうなんだ、これはいつだ、6月7日から火曜日から6月12日まで下北沢劇という小劇場、すごい名前じゃん。小劇場の劇というところでやるそうです。はいはいはい、1日だいたい2公演ぐらいだね。そうですね、1日2公演で、うんうん、まあ、全部合わせれば10公演、10公演やるの、うん、これはあれかい、あの人が違うとかがない警戒、まあ、どこ見ても同じの人、同じ人ですね。で、日時指定全席自由、前売り3500万円、学生証を見せてくれればお安くなりますね。お、大学生でも、あらら、ヒューマン生でも、おお、それいいじゃん。じゃ あの学校とかね、声優とかそういうさいろいろ学校通ってる方はこういうの見てぜひ勉強してほしいですね。当日3800円でございます。あ、平日昼割り3000円とか、すごいな、すごいじゃん。いや、こういうのに出てる方はそういうなんか今まさに頑張ってる人が多いのかな。そうですね、うん、今頑張ってて、まあ、新人の方も多いんで、うん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 、初めて出ますよっていう方も多いんで、あ、そう、うんうん、すごいね、ゲーマー、うん、ゲーマーコメディか、まあ、キャラクターに、うん、ギルティギアのキャラクターの性格を合わせてみたとか、うん、ギルティギアが私分かんないんだけど、分かんなくても楽しめる、分かんなくてもまあ楽しめると思いますよ。楽しめるけど見た方がまだもっといいと。もっといいです。マジか、ギルティギア。ギルティギア、ギルティギア、なんで知ってる、みんな知ってるの。カタカナでギルティギア、カタカナでギルティギアだそうです。それのを元にして扱ったゲーマーコメディだそうです。よかった、これ本人呼んで私説明できねえわ。まあ、勘違いされてくる方も多いんですよね。ああ、そうかそうかそうか。それはじゃあまあ儲けもんってことでよろしいですか。すごいこと言うじゃんこの番組。ということでこちらのね、ぜひ応援してくださいませませでございます。なんと、いや、急に出てきてもらってありがとうね。じゃあ最後まで言ってよ。わかりました。ぜひぜひ、はい、ですね、次回の、おのえりの声優ですが、この番組は6月12日日曜日でございます。なんと私の誕生日6月26日でございまして、こちらこの番組でバースデー特別放送をしようかなって今思いました。どう、いや、なんかせっかくならなんかやったらいいんじゃないのと思って、いや、なんかじゃあやってほしいこととかちょっと応募したいですね。なんか思いつくのはさ、例えばコスプレとかあるじゃん、よく見たい、本当大丈夫、私のコスプレ見たいの、本当に見たいの、大丈夫、本当に。じゃあなんか考えますので、ちょっとね、ぜひぜひ番組観覧に来ていただいた方がちょっといいんじゃないかなと思いますよ。なんかね、いつもこう見てモニター越し見て楽しんでいただいてる方も、ちょっとこの日は何か企画しますとしたら、私がで、ツイッターないしアメブロないしでアップしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、ワンドリンク付き2000円で番組観覧できますので遊びに来てください。ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあまた来月。